ありがとうございます。俊水さん、翔吾さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。俊水のハローニューワールドスタートおめでとうございます。発表されてからずっと楽しみにしていました。毎週聞きます。俊水さんの持ってるもの括弧天然さも全力で発揮できますように、笑い笑いと頑張れと来てます。もう発揮されてますね。頑張れのガンが顔だよ。そう、これあれだよ、顔腫れるって書いて頑張れなんだよね。いや、わかるよ。説明いらないって話だね。説明いらない。顔硬いよっていうメッセージじゃん。だから笑ってこうっていう、っていうことだよね。そうみんなの優しさだね。じゃあ次行きます。はい、ラジオネーム山ちゃんから。山ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。記念すべき初回放送、ユーストリーム見てますよ。翔吾くんと二人、放送を楽しんでください。楽しみます。イエーイ、ありがとうございます。いや、楽しいね。本当か。いや、本当楽しいよ。本当に、はい、はい、ありがとうございます。まだまだ来るね。ラジオネーム夏美さんから、俊水くん、ラジオ番組おめでとうございます。同じ岐阜出身、今は同じ沖縄にいるってなんか不思議だなってしみじみ思いました。まだ一度も生で聞いたことがないから、今年は素敵な歌聴きに行きたいと思ってます。これからもますます素敵な歌を日本中世界中の人に届けてくださいね。応援してます、ってことです。ありがとうございます。夏美さん、ありがとう、ありがとう。またこれはラジオネームしおっちさんからですね。しおっちはね、今日も来てくれてるんですよ。ありがとうございます。しんせさん、待望のハローニューワールドおめでとうございます。なんだか一緒にドキドキしています。それはドキドキしますよね。目の前でこんだけ僕ら緊張してるからね。それはドキドキするよ。これからもね、陰ながら応援してますってことです。ありがとうございます。いや、もう陰ながらじゃなくて表に来てくださいね。ありがとうございます。盛大にやろうね、うん、ってことで次行きます。お、これあれかな、同じやつだな、うん、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、本当親戚でもないのに。出たよね、親戚でもないのにね。皆さん、鉄板ね、これ行ってきました、ね、うん、じゃあ一つ目のコーナーに行きたいと思うんですけど、いいですか。あ、いいよ、翔子さん。あ、いいよ、いいですか、うん、じゃあ一つ目の効果、効果じゃない、効果音って書いてあるね、うん、間違えした、これ、うんうん、行きます、はい、題してあなたの人生根掘り葉掘り深掘りのコーナーです。深掘りいい声だね、いい声だよ。このコーナーではですね、ゲストの方の人生を4分割してお話ししていただくというコーナーです。まず今日は、翔ちゃんの幼少期の頃のお話を聞いていきたいなと思ってます。はい、どんな子供だったですか、翔ちゃんは。すごい、いきなりだね。いきなりだけど、もうこれ見てる人、自分が何かもわからないけど、うん、いきなり幼少期から始まった感じですいません。幼少期ですね、まず、うんうん、じゃあ最初から話します。いいよいいよ、はい、はい、沖縄出身の母親 と、うん、秋田県出身の父親の間に東京で生まれ育ちました、はい、めっちゃ初めから来たね。そうなんです、ハーフなんですよ。そう、北と南がいいとか言うじゃん。だからこういう結構いい顔が生まれるじゃん。言っちゃう。いや結構このカメラいい感じに映ってるよ。これ顔ちっちゃく映るやつ、うん、ダメだよ、放送事故になっちゃうから。放送事故になっちゃうから。ユースト見てない人わかんないんだね、これ。ごめんなさい。で、はい、まあ幼少期はですね、うん、もうちょっとヒョロヒョロした子で。マジで今みたいにいかつくなかったって。そう割と、うんうん、かわいそうな感じの。ここら辺、あばらが浮いちゃうぐらいガリガリだったの。おうおうおう。でも今はね、ちょっと角界に進出できそうな。いけないんじゃない。もう笑えばどうにかなるみたいになってるんですけど、ごめんなさい、すみません、本当に。大丈夫です。はい、まあ、とにかく、はい、一言で表すと、はい、親からも周りからも、うんうん、とにかくうるさいって言われてました。あ、さっき今から想像つかないね。いやいやいや、一緒でしょそれ。あ、本当？いや、だいぶ静かになってる。いや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 、なんかあれだったらしいじゃない、歩く拡声器だったっけ。違う、あれでしょ、歩く放送局でしょ。あ、放送局。そう、なんかもう母親も嫌になるぐらいうるさかったらしくて、うんうん、とにかくうるさいうるさいって言われて育ちました。はい、うん、でも絶対黙らない。結構黙りがちな気するんやけどな俺今日は。そう？そうでもない。いや、ほら、しゅんちゃんの晴れ舞台だから、うんうん、あんまりね、邪魔しちゃいけないなと思って。
いやいや、そんなことないですよ。幼少期のなんかあんま面白い話ないね、ごめん。いや、いいよいいよ。皆さん、ちょっとちなみに聞くけど、初恋はいつ頃なの？初恋聞いちゃうの？初恋、初恋、初恋。やばいじゃん。初恋、初恋は、うん、3歳ぐらいの時に、いとこ、はとこのりょうちゃんっていう子、りょうこちゃんっていう子が遅刻なっちゃうよね、そしたらね。ねえ、ダメじゃんそれ。遅刻なっちゃうじゃんって、やばいじゃんそれ。そうね、そうね、時間大丈夫？大丈夫大丈夫、遅刻すぎてるか、うん、大丈夫大丈夫、濃くなっちゃうやつ、大丈夫、なっちゃうやつ、うん、ダメだよね。まあその時はまだ好きだったのよ、うん、うん、そうだった、りょうちゃんみたいな子が、あー、そういうことだ、その時は、うん、以後お察しください。以後お察しくださいということで、わかりました。はい、そう、そういうことね。はい、じゃあまあ、あれかな、もう次のコーナー行っちゃうか。もう、ね、本当にすみません、事故。お、メールがまた届いてます。ここでね、ここでね、お助けメールですよ、これ本当に。ちょっとじゃあここで、このタイミングで申し訳ないんですけど、はい、あのメールを読みます。はい、はい、ラジオネームチャコソンさんから。チャコソンさんだ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。しゅせくん一発目トークおめでとう、緊張も楽しんでねってことでね。ね、楽しんでいきます。ありがとうございます。めっちゃ緊張してるでこの人。ねえ、ちょっとあれだよ、本当に。あれ、お、マジだ。ラジオネームみーさんから、再度こんばんは。使い方がいまいち分からず、リクエストが遅れてませんでした。春水の太陽の歌リクエストしますということで、今日は歌いません、すいません。はっきり、はい、ごめんなさいね。今日はだからさ、うん、今日はね、また期待して、うん、次やろう、ね、やろう、来週も聞いてください。春くんのてんやわんやな感じ、めっちゃ親近感湧きます。おー、嬉しいね、ありがとうございます。マイク遠いね、マイク遠いよ、ありがとうございます。はい、ということで次行きます。お、またですね、うん、ありがとうございます。ラジオネームあんたまさんから、しゅんすいさん初、これ冠っていうの、これ初冠っていうのかな、うん、冠番組、初冠番組おめでとうございます。緊張してませんか？してます。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。楽しんでくださいね。それは楽しみます。ありがとうございます。沖縄にはなかなか行けませんが、千葉から応援しています。今年もツアーに行きます。ぜひ遊びに来てください。アンタムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、おっと、もう一通来てます。お、これいいツッコミですね。ラジオネームイケペイさんからです。しゅんちゃん、スタートからゲストさんに押されてるけどって来てますね。これ押されてるけどって読むんだ。これ押されてるって読むんですかね。合ってる、合ってる。あー、すみません、誰か、ね、僕たちに漢字ドリルをください。面白いですね。それ押してないよ。え、押されてる感じあるんじゃない、多分ね。ちょっと黙ろうかな。察し、これね。いや、しょうちゃん黙ったら多分まずい感じになると思う。あ、分かった、喋る、okay。 うん、頑張る、うん、魔法、はいはい、称号って来てる、ありがとう。展開が早いね、展開が早い。そうだね、じゃあ次、もう多感な時期、15歳から20歳のあたりちょっといっちゃおうかな。じゃあ今日聞いちゃおうかな。多感な時期、15歳から20歳、うんうん、あ、でも、うん、こうやってしゅんちゃんと出会えてここまで仲良くなれたのも、はい、この時期がやっぱ一番重要で、音楽っていうものにすごい興味を持って、うん、この時期は、うん、もう歌手になるんだって思い込んでた、うん、あ、マジで、うん、15歳から20歳ぐらい。そうだね、もうそれに向かって、うん、なんか頭の中だけ頑張ってた。あじゃあ何、行動には移してなかったってこと？いや、一応なんかそういうスクールに行ったりとかしてたけど、うんうんうん、なんか頑張るってことがこっぱずかしいみたいな恥ずかしい10代だった、うん、だそれ。俺結構がむしゃらにやってたよ多分。いや、だろうね、うん、15歳ぐらいは、うん、そうそう、結構好きだったね。そう、なんか生きてる中でその頃が一番なんか突っ張ってた、うん、いや、なんか世の中全部敵みたいに思ってたから、うんうん、
だいぶ突っ張ってたね。そう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 、なんか人に認められるようなこととかをしたら負けみたいな思ってたかも。だいぶ突っ張ってるじゃんそれ。そうそう、今みたいにこうね何でも持ってること言えるような感じじゃなかったかも。だからふつふつと溜め込んでたのが、うん、今になって30過ぎ、うん、あ、言っちゃった大丈夫だよ。そう言っちゃったって別に言っちゃダメじゃないから、なんかこう爆発してきた感じ、うん、ああ、そうなんだね、うんうんうん、多感な時期を過ごしたんだよね。うん、本当に多感な時期だった。でも反抗期とかなかったよ自分、うん、マジで、うん、お母さんに、お母さん大好き、お父さんは、うん、ない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 、いや、うん、でも本当に、うん、あの家で暴れたりとかそういうのもなかったし、うんうん、とってもいい子だったと思う本当に、うん、俺結構親に反抗してたけどね。うん、ぽい。あ、本当、うん、やばい、うん、壁とかちょっとバーンとかやっちゃったりする。あの校舎のガラス割って歩いたんでしょそれはやってないけど鉄板それはやってないけどね。そうやって、そうそう、ここ結構あれかな、親反抗してたかな。どんな反抗って？なんかあの一緒に旅行に行くじゃん、家族旅行行くじゃんね行くんだね、でも行くは行くのよ、うん、行くんやけど、うん、行って、うん、でそのじゃあ観光名所ついて、うん、よしじゃ あ, あの吊り橋あそこあるから渡りに行こうみたいな話になった時に、うん、いや俺いいよ行かないよみたいなかわいいすげえかわいい、いや楽しいから行こうよみたいなこと言ってくるやんけどいいよいいよいいよ行かないよ行かないよ、かわいい、行かないよ、それ反抗期じゃないよ。いや反抗期反抗期で今思い出した、うん、あのねなんか家族で競艇に行こうっつって話になって、すごい家族だね、競艇でしょ、うんうん、結構好きでそういうの、うんうんうん、で競艇に行って、うん、確かねあれは多分小学校5年生6年生ぐらいの時だったと思うんだけど、その時にあのあれだよ、こう駐車場でそれこそ同じ展開で、はい、あの行くって言われて、いや、うん、いいよ今日はっつって、いい行かないって言ってて、で一人車の中でいたんだけど、その時に、うん、イースがちょっと下ネタ言ってそんな宣言するってそれいいなよ、はい、じゃあ、うん、初めて、あれですよ、一人遊びを覚えたんですよねその時、うんうん、そうなんかこうちょこちょこと触ってたんですよあれああみたいな、ちょっとやめなよまずいかこれ、やばいでしょちょっと、まずいかな、まずいかな、ちょっとでもこういうのもちょっとね入れてきながら、どうでしょう皆さん、こういうの聞きたいですか、ちょっと待ってよ、聞きたいですかね今ね、それツイキャスで来てないですね、これについては何も来てないです、来てないとか、でも外からめっちゃ笑い声聞こえてくるけど大丈夫大丈夫かなそうそうなんですよね、それ行っちゃう、うん、やっちゃう、やっちゃうはまずいわ、え、そう、いや、ね、びっくりしたのよ本当に、もう顔出すな、だいたいしゅんちゃんってさ、びっくりして、この下ネタの時さ本当、うん、真面目なの顔がだからなんかもうきしょいんだよねきしょいって、いやいや、なんか本当にいつもさ、うん、一緒に車とか乗ってても、うん、なんか下ネタが突然すぎて、あの真面目な人生相談のトーンで下ネタ来るじゃん、いや実はさ俺さ本当女の子好きすぎてやばいんだよね。それ言っちゃう、それそれちょっとまずかったんじゃないかな。まずいかな、うん、大丈夫だよ、いやでも何でも前の話やね、本当のことだから、うんうん、大丈夫大丈夫、そのトーンで来るからさ、うん、まあ、とりあえず気象いいってことだよねそういうことだよ、あ、メール来てるよ、メール来てます、はい、たけちゃんさんからですね、たけちゃんさん、たけちゃんさん、たけちゃんさん、はるくんの根掘り葉掘りしたらと来てるので、これあれですよ、今です、今です今の感じですね、もう1件、もう2件来てるな、お、ラジオネームイケペイさんから出た、中山週3と来ましたね、そうなんですよ、私あの30歳を超えましたが、週、まあ多い時ですよ、多い時はまあ週3から4か、まあそんなもん、絶倫、いやいやいや、いやなんかね、あの処理しておかないといけないっていうふうに思ってしまうんですよ、あ、本当にこの番組そういう方針ね、分かった分かった分かった、え、大丈夫、うん、大丈夫、うん、そうそうそう、オッケーオッケー、そういう方針なんですよ、うんうん、もうね、お、来ましたよ、おーおーおー、ラジオネームエリートカメラマン金達くんからですね、あー、僕読みます、はい、春水さんニューラジオおめでとうございます、ありがとうございます、先ほど翔吾さんの初恋は聞きましたが、春水さんの初恋は聞けないんですが、ということで、ありがとうございます、春ちゃん初恋は、初恋はね、
僕はね、初恋か、伝ったかな、多分小学校5年生の時に好きになった女の子がいて、でなんか多分その子も自分のこと好きだったと思うんですよね、うん、でね、すごいちょっかいかけられてて、で僕は水飲んでたんですよ、うん、お水を飲んでたら、うん、あの後ろからバーンって頭を押してきてであの水道の蛇口ガーンって歯をぶつけてで歯が欠けたんですよね、嫌いになりました歯と一緒にね、砕けて散ったのね、うん、砕けて散った、そうそうそう、うまい、うまいこと、いや上手、ほんと、しゅんちゃん上手、いやいや、ほんとそういうのやってこ、ほんとの話です、うん、ほんとの話なんです、それでいきましょう、うん、うん、そうなんですよ、はい、はいってね、尺的なやつは、いい、大丈夫なんですよ、うん、ここでね、うん、ここでですよ、皆さん、ちょっとお待ちかねのゲスト、しょうごくんの曲をお届けしたいと思いますこのテンションからのこのテンションからのいく、いいんじゃない、じゃあしょうごくん、はい、この曲の思いを、思い、はい、そしてタイトルコールお願いします。わかりました、はい、僕まあ、歌う会社員として、まあ、日々一般人としてただの会社員活動をしてるんですけれども、はい、歌はまあ、稀にこうやってお呼びがかかれば歌うぐらいだったんですけれども、去年ちょっと思う人が去年いまして、うん、ちょっと思いが過ぎまして歌でも作ったろうっつって、うん、作っちゃったんですよ。いい歌なんだよね、これ、マジで、うん、すげえいい歌やばい、うん、やばいよね、まあ、友達の協力とかもあって作ったんですけれども、うん、それを作るためといいますか、そのレコーディングをするために僕8ヶ月去年東京に行ってました、会社も辞めて、ねね、すごいことだよ。そうなんですよ、僕のなんだろう、このもうまあ終わったんですけれども、その一世一代の恋みたいなものが、うん、この一曲にすごく詰まってます、うん、あ、いいね、はい、いいね、もうこれ以上は、うん、ないので、とりあえず聴いていただけますでしょうか、聴、はい、いてください、 Song for you。燃えるこの
ける欲しくて呆れるほど切なくて、この歌声に全て残めて、いいとこも悪いとこも全部含めて君が好き、ただ一つだけ伝えたい言葉、二人結ばれなくてもお送りしているこの番組は春水のハローニューワールドです。お相手はシンガーソングライターの春水とゲストの翔吾くんです。お届けしています。そうです。そんな声じゃなかったでしょう。どうも。いや取り返しにかかってきてる本当に。いやー本当にいいですね。なに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 別人になってるよそれ。本当ですかじゃないの。ちょっとあの メール届いてます。そうです、はい、メールでお願いします。誰だよ誰だよ。はい、山ちゃんからです。相変わらずナイスコンビですね。かっこ笑い。翔吾くんの話し方聞いてると某ラジオ番組のクマルジ姉さんに似てるような感じが点点点。うん、しゅんちゃんキショイかも。かっこ笑いということでね、まあ、褒め言葉ありがとうございます。これは何ディスられてる、ディスられてる感じかなこれね。だけれども嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、山ちゃんありがとうございます。じゃあ次いきます。はい、これコカ・コーラゼロさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。新番組おめでとうございます。緊張しているお二人がまた新鮮でかっこ笑いと。はい、そうですね。ニヤニヤしながら見てますよ。ありがとうございます。生歌とかもあるのかな。サポテンをゆたしくございますと。サボテンは今日はちょっと歌えないですけど、2人で今日はねセッションやりたいと思ってるので。やんの。やるよ。マジ言ってたじゃんさっき。練習したじゃん。
本当ですか。本当です。じゃあ頑張ります。誰よ。では最後まで縛ってくださいね、はい、ということです。はい、コロゼロさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきね、うん、そうこれさ、あーそれね、うん、ツイキャスですごくいい質問が来てたので、さっきちょっと曲がかかってる時にちょっと話しちゃったんですけど、もう一回あのラジオを聴きの方にも話したいので、うん、これをちょっと話したいと思います。わか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 5106さんからですね。 お二人が歌を歌いたいと思ったきっかけも知りたいですねと来てます。おー、大丈夫じゃん。あ、自分から、うん、行っちゃおうか。いやもうズバリこう聞いてくれる人がいて、うん、なんだろう、自分が歌ったら、うん、なんかわーってなってる感じが、うん、嬉しかった、純粋に。うーん、でなんかこう人が笑顔になるきっかけを自分が与えてあげられてるっていうのが、うんうんうん、たまらんね。あー、さっきの方が良かったかな。本当にやばいじゃん。本当になんとかお姉さんみたいじゃん。だから俺もさっきの方がいいと思うけど言っていい？うん、いいよ。変えてく？ん、変えてくる。変え、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 変えない、変えない、はいはいはい、あ、いいよ、いくよ。ね、僕はね、あれなんですよ、歌をやろうときっかけ、ん、歌を歌いたいと思ったきっかけは、中学校の時に読書の授業で学校の先生にね、テストだ、テストの時に読書のテストで、個室で女の先生に、いや、あなた、いい声してるわねって言われたから、マジっすか。その気になっちゃった。その気になっちゃった感じです。個室で女の先生ってさっきなかったじゃん。え、さっきね、さっきどうしてもそっち持ってきたいんだよ。いや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 、公共の電波で。いやいやいや、そういうわけじゃないんだよ。ひどいわ、ほんときっしょきっしょ。サブイゴ止まらんわ、ほんとに。大丈夫、大丈夫、好きよ。はい、じゃあ次のコーナー、しょうちゃん、はい、行ってみたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。行きましょう。はい、次のコーナーです。デレン、デレンして、僕は胸フェチ、あなたは何フェチのコーナー。イエーイイエーイって俺だけ盛り上がってる感じですけどね、これね。ズバリ僕は胸フェチでございまして、おっぱいがすごい好きなんですよ。でね、このおっぱいに関してちょっと最近記事を読んだので、それをちょっとみんなにシェアしたいんですけど、そう、これはね、あれですよ、恋ダンスの、誰さんでしたっけ、恋ダンスのあの人ね、あの人、わかるよ、すごいわかる。ねね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 ね、星野源さんの本をね、最近立ち読みしたときに、うん、そうそうそう、全然テレビ見ないんですいません、全然わかんないです。知ってたよ。そうそうそう、でね、星野源さんの、よみがえる変態星野源みたいなやつ読んでたんですけど、そこに冒頭にですよ、死にたいって思うときに、ボソッとおっぱい飲みたいって言うと、めっちゃ元気出るみたいな、めっちゃポジティブになれるみたいなの聞いて、あ、俺もそれやろうと思って、うん、ちょっと今ね、僕もね、緊張してるんですけど、おっぱい飲みたいって言った瞬間、緊張が和らいだ気がしたっす。そっか、うん、へやめてそれ。マジやめて、ちょっと引くわ、引くわ、マジ毎回、ね、じゃあ、はい、ということで、あなたのフェチをこだわりなどね、フェチでもいいんですけど、はい、こだわりなどちょっと聞いていきたいと思います、はい、で、ここですよ、皆さん、見えてるかな、これ見えてる、これだ、くじを作ってきました、今日。いえいえ、くじを、はい、すごい、ちょっと引いてもらいたいと思います。原始的なやつ、ね、原始的なやつ、ルーレット、本当はルーレット作りたかったんですけど、ちょっとくじでいきたいと思います、今日は、はい、4つの中からちょっと選んでください、しょうちゃん。さっきどれがいいとかって言ってたのに、ここで選ばすんでしょ。それ言わない、言わない、言わない、はい、はい、これで、はい、お願いします。じゃあ皆さんに見せてあげてください。見えないね、ちっちゃくて、はい、なんて書いてあるの、なんて書いてありますか。恋愛、恋愛、はい、どっからどう広げんの、これ恋愛か、これ今一番さ、うん、これ聞いてる人に、うん、
聞いてる人が、うん、自分に対して直接聞きたいことがいっぱいあると思うのね、うんうんうん、はい、そろそろ生演奏の時間のようですお察しください、お察しください、すみません、はい、すみません、時間がねもうなくなってきてるので、そうだね、うんうん、ね、あ、ほんとだ、やばいやばいやばい、いや楽しいラジオだね、楽しい、やばい、あっという間だね、ほんとにあっという間だよ、やばい、いやいやいや、楽しい、じゃあしゅんちゃん準備、じゃあして、じゃあ準備しますね、はい、この間僕が一人で喋るわけなんですけれども、そう、しゅんちゃんはこう、大体こうチューニングとかしてるとき、すごくシングルタスクな人間なので、MC とかできないんですよ、そう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 、1個のことしかできない人ね、そう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 、あ、でも今喋ってるじゃん、ちょっと、ちょっと慣れてるあ、でもいい、いいね、いいよ、それ、おたてでは、では皆さんお待ちかねの生演奏のお時間です、さあ今日ね、多分これスペシャルだと思うんですよ、本当に翔ちゃんとね、ほうほう、僕の息が本当ぴったりで、さっきもこのラジオを紹介してくださった、うん、こちらでも番組持ってるミークちゃんにね、いや本当ぴったりですねって言ってもらえたぐらい、そうぴったりなんですよ、聞いてください、翔吾と俊水でビューティフルライフ、一度歌う理由を見つけた Beautiful Life 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life My自分に気づき少し僕は前を向けた当たり前にしてきたことを立ち止まって感じられてから今ならいける気がしたもう決して僕は一人じゃないから背中を押す仲間の声をもっともっと良い絆に変えて、yeah、息にする必要はないか今この瞬間見つめていたいだけ No beautiful life もう一度歌う理由を見つけた Beautiful life 神様が未来に触れたとねじゃ Beautiful life 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful life 言葉にできない口下手な僕だからそうしてリアルな自分を隠し続けたどんだけ突っ走ったって変わらない過去の物語自分を大切にって言葉僕は分からなかった目の前の人と向き合う意味も分からなかったね苦しくてもがき続けたそんな日々超えたからこその今やっと手放すことができたきっと僕は生きててよかったんだね、Oh, let's go, da, 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 da. Oh, yeah. Beautiful life父さんのような揺るがない愛を Beautiful Life 母さんのような優しい心で Beautiful Life 弟のように誠実でありたい家族写真心に抱き今日も僕は生きる Oh Beautiful Life もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life
神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life 感謝を絶えないだから歌いたい Beautiful Life 言葉にできない口下手な僕だから Yeah yeah Beautiful Life ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、翔ちゃん、なんかライブの告知とかありますか？皆さんありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。今日本当に来てくださってみんなありがとうございます。そしてあれですね、あのユーストリームもそうだし、これなんだったっけ？なんこれツイキャス、ツイキャスだ、うん、ツイキャスもみんなありがとうございます。本当ね、ありがとうございます本当に、ね、今のツイキャスですげえギャラリーを笑ってくれたんです、うん、すごい安心しました。最後の本当にね、ね、ね、ということでなんか告知とかこういうのある？僕はですね、告知はですね、ありません。 CD 作るんじゃないの？あ、それ ね、 ね、さっき聴いてもらった Song for You っていう曲なんですけれども、CD にします。はい、でいつか、いつかって聞かれたらそのうちです。いいね、ゆるい感じで。そうなんですよ、いいね、気が向いたら。ちょっと僕あの普通に会社員なんでやっぱり、うん、あのまあぼちぼち会社あのそっちが本業なのでそれがまあ落ち着き次第 CD 制作には取り掛かりたいなとは思ってるんで、はい、もしできたら皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃ僕もちょっと告知していいですか？お願いします。ですね、2月の2日、さっきも話したんですけど、2月の2日に夜8時からですね、アルテ崎山さんでライブをします。8時半から僕は出ます。そして2月28日、那覇の、どこだったっけ、バンターハウスさんで、これも夜ライブします。詳しくは春水で、検索していただくといろいろ出てくるので調べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで時間早いものでもうエンディングで、やばい ね、 ねえ、いや後半早かったな俺今日。やばいね、ちょっと、これ詰めないとね、来週から。そうだ ね、 ね、気合い入れて、ちょっとご意見、あの厳しいお言葉でも何でもいいので、はい、ご意見お待ちしております。はい、ありがとうございます。なんかあれかな、来てるの？あ、メールが来てる。あ、メールまだ来てるよ。ちょっとメールが来てるのでちょっとだけ見ます。ラジオネームモンパチオタクさん、シュセ君ラジオパーソナリティおめでとう。壁が壊れるくらいの素でぶつかっていくと感じいいと思う。ありがとう、ありがとうね、モンパチオタクちゃん。多分ともちゃんじゃないかなこれ。ありがとう。ね、ネーム判断でさバラすんだよ。そうだね、本当にそうだね、まあ、慣れないもん。あともう一人、チャコソンさんからありがとうございます。18禁レディオイエーイグローバルトークファイティンってことでありがとうございます。18禁18禁トークね、いやそこはちょっとやってこうか、うんうんうん、じゃあ切り替えるわ来週から。いや俺そっち行きたいんだ結構。あ、分かった分かった、うん、どっちかっていうと。じゃあそっちに乗るわ。はい、ということで、はい、あの聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。そして来てくれた皆さん本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます。めっちゃありがとうございます。すごいね、やっぱ。あ、もうすげえ。しこっから写真撮りたい。もう600人は超えてるねこれね。本当に200人増えた、200人増えたということで、みんなまた来週もぜひ聞いてください。よろしくお願いしま す、 しお願いします。お相手は春水と翔吾でした。また来週、バイバイ。また来週、ありがとう、ありがとう。